Ancient History Encyclopedia writes about Greek sculpture as follows Greek sculpture from 800 to 300 BCE took early inspiration from Egyptian and Near Eastern monumental art and over centuries evolved into a uniquely Greek vision of the art form. Greek artists would reach a peak of artistic excellence which captured the human form in a way never before seen and which was much copied Greek sculptors were particularly concerned with proportion poise and the idealized perfection of the human body and their figures in stone and bronze have become some of the most recognizable pieces of art ever produced by any other civilization. I, Hiroshi Hayashi, however, have got quite a different idea from this explanation. Greek sculpture was created on 3D computer technology by aliens whom We may call God.Ancient History Encyclopedia は次のように書いています。彫刻家たちが人間の理想的な肉体美を追求したのがギリシャ彫刻であると。が本当にそうでしょうか私、林宏の考え方は全く違います。 ギリシャ彫刻は私たちが神と呼ぶエイリアンによって 3D コンピューター技術を使って作られたものだと私は考えています広浜祭、Japan。例えばここに2体のアフロディティの像があります。 その下顎のところに吹き出物のようなものができていますこの矢印のところですで、左右は反転してみますとその二つが全く同じであることに気がつきましたと同時に体も衣服も左右反転していることに気がつきましたさらにこんな例もありますやはり二体のアフロディティの像ですがおへその 左上、向かって左上にこんな吹き出物ができています像は全く違いややポーズが違いますがしかしどうして同じ吹き出物をこのように表現したかということになりますえつまりいくら似せて作るといってもこんな吹き出物まで似せて作る必要があるのでしょうか 私がギリシャ彫刻 3D コンピューター製造説を唱えてすでに4年と4か月が経ちましたその後、新しい事実が次々と出てきました私はその説をより強く持つことはあっても決して疑うことはありませんでしたギリシャ彫刻の多くは ローマへ持って来られて、られそこでローマンコピーが作られたといいますが肝心の元のオリジナルのギリシャ彫刻はほとんどが消失しているというのですそれはともかくもギリシャ彫刻はまず時間差をおいてわずかな時間差をおいてデータが取られていますいくつか同じような像がありますが ややポーズが違ううというのはそのためですそして髪の毛だけは全く同じものを使っているか逆に全く違ったものを使っているかのどちらかであるということに気が付きましたえつまり髪の毛だけはいくら写真技術を使ってデータを取ったとしてもそれをそのまま彫刻機械にかけることができなかったからです。 さらに驚くべきことにあれほどおびただしい数の彫刻が作られながらもギリシャ周辺ではいまだに鉄製ののみが1本も見つかっていません今ご覧いただいているのはエジプトで見つかった鉄製ののみです聖堂の,のみで大理石を彫刻することはできません100歩譲って仮に鉄製ののみがあったとしても このような精緻な彫刻は左下のようなのみでは彫刻することは不可能と私林博士は判断しています。皆さんの良識を使って判断してください。古い動画ですが、2013年の 3月に発表した動画を見ながら簡単に説明しておきますポイントはいくつかありますその第一同じような像がそれぞれ何体もあるということですただしほんのわずかだけ動いていますつまりポーズが違いますがよく見るとポーズは違っても 細かいところまで同じです。例えば、腕の血管、位置、形、全く同じです。が、それで、いて髪の毛だけは違うということです。が、その一方で、全く違う像でありながら、髪の毛だけは全く同じというのもあります。ミロのヴィーナスと、ガンダーラの 釈迦竜像の髪の毛がその一例ということになりますつまり私はその時点でいわゆるデータの使い回しをしていると判断しました順に説明してみたいと思いますここに2体のグラディエーターの像がありますややポーズが動いている点に注意してくださいそして 顔のひげ、頭などが違います。髪の毛が違うということですね。がしかし、大変奇妙なことに、例えば、向かって左側の肩、腕を見ると、全く同じです。血管に注意してみてください。血管まで同じです。そして、脇の上にですね、いわゆる腕と、 体の付け根のところに傷があります。小さい三角形の傷ですけども、それまで同じだということです。もちろん形、輪郭は同じです。しかし、この両者はわずかながら動いています。ここまで同じに作りながら、ポーズだけはやや動いています。体全体全のポーズそして 両手の位置などがずれていますが、髪の毛ひげそして陰毛などは全く違いますこれに対してギリシャ彫刻中ンズクブロンズ像は鋳造技術を使って作られたと説明してくれた人がいますだったらなぜ髪の毛ひげ陰毛などを 変える必要があったのでしょうかこの乳首も多角形になっていますが同じですいくら似せて作るといってもこうした乳首の形まで同じにする必要はないはずですまた鋳造技術ではこのような、まあ、盛り上がりのない部分についての表現は大変難しいのではないでしょうかで 髭髪の毛を皆さんにご覧いただきます。この2体のグラジエーターの髪の毛は全く違うものです。ここまで似せて作りながら髭などは全く違うということです。どうして髭だけ髪の毛だけ陰毛だけは違うのでしょうかここのアンンバランスさこそが ギリシャ彫刻の謎ということになります。で、アフロディティの像を見ていただきます。この2つのアフロディティ像の衣服は左右反転しているのがわかります。 そして乳首も一方が陥没乳で一方が飛び出ているのがわかります衣服とそして乳首の形に注意してください一方の乳首が飛び出ていて一方の乳首が陥没していますで左右を反転してみると乳首の位置が同じになりますと同時に 衣服の位置も同じになります、えー、おへそから下の衣服の形にも注意してください顔を拡大して比較してみます。 ややポーズが違いますそして右下の像は左右反転してありますポーズは違っても同じ人物、同じモデルを使ったということがこれでわかりますそして口の下のこの吹き出物に注意してくださいどうして同じところに同じような吹き出物が 表現されているのでしょうかもう一度元に戻してみますと同じ位置に同じ吹き出物があるのがわかります人間技ではないイコール人間が作ったものではないからこのようなことが起きるわけですが髪の毛を比較してみてください似たような髪の毛を使っていますが全く違うものです なぜでしょうか顔や体はここまで同じであるにもかかわらず髪の毛だけは違うということですで私はやがてこれらの像はコンピューター技術を使って作られたものだと判断しましたつまり繰り返しになりますが髪の毛だけはいくらデータを取ったとしても それをそのまま彫刻機械にかけることができないできなかったからですがその一方で全く同じというケースもあります左下はミロのヴィーナス右上はアフロディティの像ですその比較は もう少し後でしてみますが私がこの動画を発表してからすでに4年と4ヶ月が過ぎました私はおかしいものはおかしいと声を上げただけなのですが当初は大変な批判の嵐にさらされましたそれはともかくも,もう一つこの3体のアフロディティの像を比較してみてください 顔顔ですね同じ顔なんです衣服について言えば向かって左側の像の衣服が位置が違います左右反転しているように見えます、えー、襟のラインに注意してくださいそして乳首も同時に左右反転しているのが分かりますこのアフロディティの像で特徴的なことはですね、えー、一方の乳首が陥没していて 一方の乳首が外に出ていいるという点ですそして先ほど言いましたようにここに吹き出物も表現されていますが左の像が反転していると考えるならば位置が合いますそして今まるで囲んだのが乳首ですけれども一方が陥没しているのが分かりますそして一方が外に出ているのが分かります 乳首を比較ししてててみてくださいい左2つは陥没していますそしてそれがちょうど同じように左右反転しているということですつまりデータを左右反転して彫刻したということになるのではないでしょうか陥没した乳首が左右反転している点に注意してください そして衣服も左右の像ですね左右反転すると乾物乳の位置そして衣の位置たすき掛けのようになった衣の位置も一致しますそしてもう一方の側の乳首は飛び出ているということです乾物してますね乾物してますねメロのヴィーナスについても調べてみました 一応、アフロディティ像ということになっていますが、今お見せしたアフロディティ像とは顔が違います。私は別の神だと思っています。それともかくも、メロのヴィーナスについて言えば、向かって右側、乳首、左の乳首は破壊されています。ですから、正確には比較できませんが、少なくともメロのヴィーナスの向かって左側の乳首は飛び出ています。 がよく見ると向かって右側の乳首は陥没しているようにも見えますまあ v e n u 左がミロのビーナス右が先ほどお見せしましたアフロディティ像ということになりますちょうど左右反転しているのがわかりますミロのビーナスの向かって左側の乳首は飛び出ていますがアフロディティ像の場合は 陥没しています周りくどい言い方をやめますこれらの像は 3D のコンピューター技術を使って作られたものと私林宏は判断していますさらにおかしなことが続きます左下のミロのヴィーナスと右上のアフロディティ像の髪の毛に注意してみてください今度は髪の毛が同じです 髪の毛一本一本には乱数がかけてありますから太さなどは違いますが位置ラインの位置カーブなどは全く同じですもちろん髪の毛の数も同じですつまりデータの使い回しをしていると私林宏は判断しました彫刻の仕方に乱数をかけたということですがそれを除けば 同じとということですつまり今度は逆に不必要なまでに同じ髪の毛が同じということになりますこの方式はミロのヴィーナスとガンダーラ仏を代表する釈迦流像にも当てはまることです釈迦流像の髪の髪毛と ミロのヴィーナスの髪の毛は、パターン、位置、カーブの仕方、カーブの数、全く同じです。それについての動画は、また別のところで紹介しますが、ともかくも髪の毛と、まあ、体の関係において、これはもう人間が彫刻したものではないと、私、林宏は判断しました。 なおこの後、別の動画をご覧いただきますが早送りでご覧いただきますでポイントはいくつかありますまず皆さんに気がついていただきたいことはギリシャ彫刻というのはそれぞれを見ると一体ずつの彫刻のように見えますが大変よく似た彫刻があるいはブロンズ像が他にあるということですそして それらを並べてみると、ややポーズが違う、つまり動いている、つまりデータを取るときにやや時間差を置いているという点です。さあ、いいですかこっちを見て、はい、そのポーズ、バチッデータを取ります。はい、今度はこっちから、はい、いいですよ、そのままもう一枚いきますよ、バチッそして次にまた。 さあいいですか、はい、ちょっと手を上げて、顔を上げて、あい,い、ですか、行きますよ、バチッと。こうしてデータが取られて、ギリシャ彫刻ができたと、私、林氏は推察しています。ですから、やや動いているというわけです。が、コンピューターなんですね。細かいところまで、不必要なほどまでに、細かいところまで、忠実に同じように作る。が、しかし、肝心の 髪の毛であるとか、いわゆるまあ彫刻できないところについては彫刻できませんから別のデータを持ってきて貼り付けているということです。そんな点に注意しながら続く動画をご覧ください。なお、ブロンズ像について言えばですね、全く同じブロンズ像があります。まあ、それについては先ほども言いましたように 鋳造技術を使って疲れたなどと説明してくれた人がいますが、しかし大きさが違います。そしてその大きさをまあ測定してみるとですね、正確,に正確に3倍になっているということです。つまり一方が一方の3倍になっているという点です。そんなところにも注意してギリシャ彫刻を眺めていただきたいと思います。つまりギリシャ彫刻というのは 人間が人間によって、まあ、掘られたものではなくてつまりは 3D のコンピューター技,技術を使って掘られたものだということです私林弘氏はそのような結論に達しましたので今から4年前にそのような動画を発表させていただきました繰り返しになり恐縮ですけどもここにお見せする3体の像についても同じことが言えます ややポーズは違います。体が動いています。そして体は全く同じです。顔も同じです。が髪の毛だけは違う。なぜ髪の毛だけが違うのか、もう一度皆さん、皆さんの良識を使って考えてみてください。今、体を比較していますけども、ややってますか、その保存状態によってやや違って見えるかもしれませんけども、基本的な形は全く同じです。それと 大理石の像の方は磨きをかけますと、線が全体に丸くなる点になることについてもどうか注意してください。体が動いています。なぜ体が動いていて、そして同じような像が何体もあるかということです。まあ、これは支えの棒ですけどもね。まあ、ともかくもこのような形で、 ギリシャ彫刻は作られていいるととうことですなぜかなぜかということになります、まあ、こうして比較してみますのであとは皆さんのまあ良識で判断してみてくださいでは、えー、37分30秒後にまた皆さんとお会いしますバイフォーナーウフ Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Roman copies of Greek sculptures and its strange connection with Nara sculptures in Japan. When I said almost three years ago that sculptures in ancient Greece were made with CAD, computer-aided designing system, People would laugh at me saying, Don't be stupid, you are crazy. After three years now, more and more people understand me and think about this mystery in favor of me. Here in this video, I will prove it again with concrete evidence and I will talk about a strange connection with Nara sculptures in Japan. ローマンコピーつまりギリシャ彫刻はコンピューターの CAD を使い 3D 化したデータベースをもとに 3D 加工機で作られています。またローマンコピーと会景の奈良彫刻は不思議な関係でつながっています。鎌倉時代初期の彫刻師会景です。わかりやすく言えばその定流を流れる思考回路が同じということです。 セリ木村さんが新しく届けてくださった資料をもとに、それについて改めて考えてみます。ギリシャ彫刻3つのポイント。大変酷似した像が複数同時に作られている。2、ほんのわずかな時間差を置いて写真のデータベースが取られている。3、わずかなバリエーションを加え、 あたかも違った像に見せかけている。ですね。では画像を見ながら説明します。ロマンコピーですね。ロマンコピーというのはですね、まあ、ギリシャ彫刻をですね、一度ローマへ持ってきて、そしてそこで作られたコピーのことを言います。そして大変奇妙なことにですね、元のオリジナルの いわゆる、まあ、ギリシャ彫刻はほとんどが消失しているということだそうですね。つまり、現在私たちがギリシャ彫刻と言っているものはですね、ローマンコピーであり、そしてその元のオリジナルの、まあ、いわゆるギリシャ彫刻というのはほとんどないということです。まあ、これがあのギリシャ彫刻とローマンコピーの不思議な関係ですね。もちろんあの ローマへ持って来られないまま、ギリシャに残った、いわゆる、まあ、ギリシャ彫刻というのもあります。で、まあ、あの、先ほど言いましたようにですね、ギリシャ彫刻というのは 3D コンピューターで作られていると。ほんのわずかな時間差を置いてデータベースが取られてですね、そしてそれをもとに 3D 加工機で作られているということですね。ですから、ま、あの、同じような像が何体もあるということです。そして、 えー、まあ、わずかなね、アイテムと言いますかあー、変えて、そしてまあ別の像に見せかけている。その手法はですね、会計の手法と、まあ、同じと言ったらいいんでしょうかね。もちろん像そのものは違いますけれども、今ご覧いただいているのが会計の像ですけれども、その手法は全く同じであるということですね。まあ、それがあの、まあ、またですね、このギリシュ・ロマンコピーが作られた時代と、奈良のいわゆる 武士と言われてた、まあ、あの人たちがですね、まあ、会計もその中の一人ということになっていますけども、活躍した時期とほぼ年代的にも一致するということです。これはですね、マイケル・ファフナーという人ですかね、の書いた本の中にあったんですけども、当時はこのような形で、えー、彫刻をですね、えー、寸法を測り、そして長さを測り、そして、えー、目黒した、すなわちコピーを作ったというふうに説明されています。 まあこの方法でですね、本当に、えー、その、なんて言いますかね、コピーができるかという問題もあ,るありますよね。というのはあの、それほどまで、まあ、いわゆる正確にです、ね、コピーする能力のある彫刻師であればですね、まあ、コピーするよりも先にですね、自分の作品を残したものと思われます。しかし、まあ、コピー優先ということになるわけですね。 まあこうしてまあロマンコピーを見ていただいてますけども、ほんのわずかだけバリエーションが加えられているということですね。そして、わかりやすく言えば、わずかな時間差を置いてデータベースが取られているということですね。ですから、全く髪の毛を除いて同じなんですよ。髪の毛だけはですね、3D のコンピューターの機械にはかけられないわけです。ですから、ほんの、なんていすかね、わずかな動き、 によって起きるです、ね、筋肉の動きまで見事にと言いますか表現してあるわけです。しかし、写真であると考えるならば何でもないわけですよね。まあ、こうして今丸で示してますから皆さんご覧いたください。まあこ,のまあ、こうした検証はです、ね、実はもう3年以上も前からしています。でまあ、英語の方で言いましたけども、あの当初ですね。 3D コンピューターだというふうに私が確信もしまして、そして発表しましたら、まあ、本当に、林はいよいよ頭おかしくなったとかね、えー、ふうにみんなに思われましたし、実際、面と向かってそのように言われたことも何とかあります。で、今、この見ていただいているのはですね、アフロディティですよね。これがあの皆さん、ヴィーナスと言われているアフロディティなんですよ。メロのヴィーナスというのは、あれはあのアフロディティではありませんからね、あのハマフロディティスです。 まあ、アフロディティの息子ということになるわけですよね。ギリシャ神話ではね。まあ、このように、まあ、微妙なラインが同じだということに注意してください。他にも、あの、アフロディティの像、あ仕事体私はあのデータを持ってますので、多分次の続くビデオの中で紹介できると思います。こうした筋肉の、まあ、微妙な盛り上がりまで、正確に、まあ、 共通して表現してあるということですね。で、顔だけは同じなんだけども、髪の毛は違うということです。まあ、この場合は大変よく似た髪の毛を、まあ、その、それぞれ使ってますけども、よく見ますと、この青いところが、まあ、違うという意味でね、今日は、あの、表現してみましたけども、まあ、違うということですよね。 でここに奇妙,な奇妙なものを見つけたんですねあの。おへその上にですね、なんか吹き出物のようなものができてますね。で、一方の方は吹き出物ができてますね。まあ、こんなところまで表現してある。なおち、普通ならこんな表現はしませんよね。そしてその右の方ではですね、その吹き出物が、まあ、削ってあると言いますか、取れているんですよね。この三段バラの様子も大変あの上手に表現してありますね。ここですね、この吹き出物に注意してください。 左の方はあの吹き出物ができてますね。ところが右の方は同じ位置で、まあ、それ削,って削ってあると言いますか、取れてますよね。まあ、こういったところまで同じであるというころとは、これは、まあ、人間技ではない。かまあ、人間はこんなことしませんからね。仮にあの吹き出物があっても、それを省略して彫刻するもんじゃないでしょうか。ということで、ここにまあミスがあったわけですよね。まあ、はっきり言えばエイリアンのミスです。 でまあ、こうして比べてみますと、えー、体、肉体の動き、それぞれほんのわずかだけポーズが違うということです。全く同じものというのはないんですよあの。ほんのわずかだけ動いてるんですね。が、どういうわけだか髪の毛だけは違うわけですよね。似たような髪の毛を、まあ、使ってはいるんですけどねあの、例えばここに飾りがありますのでね、髪に髪飾りがありますので、それをこれから皆さんに見ていただきますけども、顔は全く同じなんですね。 まあもちろん角度と言いますかね、少し顔が動いています。で、ここに髪飾りがありますので、これ、順番に拾ってみますと、まあ、そういった部分はバリエーションが加えてあるわけですよね。違いのがわかりますね。全く同じというわけじゃないんですよ。筋肉をここまで表現を同じにしながら、いわゆる髪の毛とこうした飾り、まあ、持っている、ね、アイテムが違うというのは、またギリ,シギリシャ彫刻と言いますかね、ローマンコピーの特徴なんですね。 で、一方ですね、こういったテラコッタも残っているわけです。このテラコッタにつきましてはですね、えー、型を取って、そしてまあ、その中に、まあ、いわゆるまあ,あの陶器ですからね、わかりやすく言えば、低温度で焼いた陶器ですけども、同じような像ができるということはあるわけです。で、テラコッタと、それからギリシャ彫刻の違いを皆さんにちょっとわかっていただきたいと思いましたので、まあ、一応これはギリシャ彫刻ということになってるんですよ。で、ABCD っていうものをあ拾ってみました。で、この、 顔から見て同じ人物といいますか同じ像であることを皆さんもお分かりいただけると思います。で、4体選んでみましたんですけどもね、その中で A と B、最初の2体を、まあ、特に集中的に比較してみます。 これはあのてあの、いわゆる、まあ、モールドね、鋳型に、まあ、流し込んで作ったということですから、これらは全く逆に同じなんですよ。あの髪の毛を言いましてもね、この髪の毛は、あのまあ、いわゆる、まあ、てますか抽象化した髪の毛というふうに考えられるわけですけどもね。一応念のために、まあ、ギリシャ彫刻と言いますとね、中にはこのよう,、ね、のように全く同じものもあるということです。髪の毛も同じものもあるということですね。 まあ、その辺はちょっと誤解なさらないでくださいね。私が、あの、わずかな動きがあってあ、同じであると。しかし、髪の毛だけは違うっていうことに対して、そうじゃないんだよっていうふうに教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、あえてここで、まあ、テラコッタの像を取り上げてみました。で、この場合はですね、鋳型に流し込んで型を取るものですから、全く同じなんですね。ちょっと A の方と B の方で比較してみますと、あの細いラインまで同じだということですね。 まあこれは、家型にまあ流し込んで、そしてそれを、現在のね、私たちのほら、お店行きますと、陶器のいろんな像がありますね。あれなどもそのモールド、いわゆる型に流し込んで作った像ということになります。ですから、全く同じなんですよね。そういうのもあるということですまあギリシャ。ギリシャではそういったものも作られていたということになるわけですね。これはロマンコピーではありませんよ。 まあ今度は向かって右側の方を照合していましたけれども、A の髪の毛と B の髪の毛がぴったりと指紋のように一致しますね。まあ、これは同じということになるわけです。まあ、これとですね、いわゆるまあローマンコピーとは違うということですね。いわゆるまあ同じような像が何体もあるんだけども、それぞれがわずかながら動いている。 なあち、別のデータベースを使っているが、髪の毛だけはデータが使いませんから、他のデータを持ってきて貼り付けているということになります。あるいは手で彫刻したのかもしれませんね、髪の毛だけは。で、こうして並べていますと、まあ、本当に同じなんですね。この、特に、まあ、たまたまこの角度から見てですよ、腰のラインが同じということは、三次元の世界で全く同じように作ってあるということですよね。わかりますか正面だけ合わせるっていうのは、まあ、割と簡単にできるんでしょうけどもね。 この像もそうですね、まああのー。これらの像はですね、あの銅像でいわゆるブロンズ像とね、それから、これは両方ブロンズ像だと思われますけども、ブロンズ像の場合は、鋳型にあで作ったということをよく説明されます。しかし、鋳型で作ったんなら全く同じになるはずですよね、皆さん。ご覧ください。動いてますね。頭も動いてますし、ほんのわずかですけども手も動いてますね。 で、髪の毛はね、大変よく似た髪の毛を使ってますけども、あの、特に生え際のところをこう見ていただきたいんですけども、似てひなりっていうところですね。似てるけども違うということです。ですから、まあこのようにこういうところからもですね、じゃあ、鋳、e、型で作ったかというと、そうでもないわけですよね。生乾きの時にですね、首をグッとひねったんだっていう,ふうにも、まあ考えられなくもありませんけど、そんな小細工でできるようなもんでありませんからね、ブロンズ像っていうのは。で、 まあ、こうした像が、同じような像が何体も作られる。しかし、それぞれはみんな動いているということですね。ブロンズから、いわゆるまあ,あ、大理石、大理石からブロンズっていうふうに、まあ、いろんなふうに作り替えられているということです。時間差を置いて写真を撮るということはですね、はい、データを撮りますよ。こっち見て、バチッ。はい、もう一枚行きますよ。バチッ。はい、ちょっといいですか手を動かしてください。 はい、バチッて、こういう感じであのデータベースを取ることを時間差を置いて取るというふうに私は考えています。まあ、こういうところからですね、こうした、まあ、疑問謎を,表を,にをその解くためにはですね、いわゆる、まあ、3D コンピューター説をと、まあ、 前に持ってこないとその謎は解けないといとうことです、まあ、そういうところからですね、3D コンピューター製造説を私は唱えるようになりました。まあ皆さんもね、多くの方が後で分かったんですけども、おかしいなというふうには思っておられたみたいですね。まあ、これがあの奈良時代初期の物師会計の作品です。 まあ、運慶もそうですけども、一応ここでは会計を取り上げていました。こうして左右反転しますと、中央の二つは全くポーズが同じになるんですよ。言い換えますと C はですね、左右反転して作った像ということになります。もちろん顔もそれぞれね、パーツをね、A のパーツを持ってきて、それから A と B のですね、パーツを持ってきて C の像を作るということが、会計の場合は、あ,あちこちでその処方で作ってあります。まあ、こうして同じような像を、まあ、作ったと。 そして同じように動いてる。動いた。まず、あ、やや動いてね、似たような像を作るという、その、まあ、いわゆるまあ思考回路が、海景が、まあ、作った、いわゆるまあ仏像の思考回路と同じだということですよ。そこは誤解しないでくださいね。上がギリシャ彫刻、下が海景です。いわゆるまあコンセプトが同じだということですよね、要するに。ですから、こうした像をですね、えー、ギリシャと日本で エイリアンが作ったということになります。続くビデオは会計の謎についてのものです。どうかご覧ください。えー、Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about Thought process or subconscious brain processing. Thought can refer to the ideas or arrangement of ideas that result from thinking, the act of producing thought, or the process of producing thought. Although thought is a fundamental human activity familiar to everyone, there is no generally accepted agreement as to what thought is or how it is created. Somehow thought arise in the mind from the product of the same subconscious brain processing.That is named thought process and everyone has got it. 皆さんは思考回路という言葉をご存知ですか何かものを考えるとき、人は無意識のうちにも同じ過程に従ってものを考えます。その過程、つまりその人特有のプロセスを思考回路と言います。 例えば違ったことをしていると自分では思っていても、その人はその人で同じ思考回路に従って、まあ、結果として見ると同じことをしているというようなことはよくありますね。あまり良い例えではないかもしれませんが、暴力団は何でも暴力を使って問題を解決しようと考えます。文筆家は何でも文章を書いて問題を解決しようと考えます。 あるいは資産家は何でもお金を使って問題を解決しようとするかもしれません。それも思考回路の一つということになります。つまりそういったプロセスを思考回路と言います。で、今、鎌倉時代に活躍したと言われている、まあ、会計の彫刻とギリシャ彫刻を並べて見ていただいています。一方は木彫り、一方は大理石。一見全く違ったゾーンに見えますが、その向こうに見え隠れする思考回路は同じということです。 まずそのことを皆さんに知っていただきたいと思います。つまり、ほんの少しだけバリエーションを加え、全く別の像に見せかけている。しかし、似たような像を続けて何体も作る。ギリシャ彫刻は 3D のコンピューター技術を使って作られています。極めて完成度の高い彫刻を何体も作っていく。彫刻というより、写真ですね。もちろん、それを作ったのは人間ではありません。エイリアンです。 そのギリシャ彫刻を調べてみると、そこにエイリアンの思考回路があるのがわかります。わかりやすく言えば、まあ思考の癖のようなものです。その癖がわかってくると、いくら見た目の形は違っていても、同じエイリアンがその向こうで絡んでいるのがわかります。ここに紹介するのは会計の彫刻ですが、ギリシャ彫刻や会計の彫刻に限りません。ガンダーラ彫刻も、 また中国の平和洋の兵士も、やはりその向こうに同じ思考回路があるのがわかります。つまりそうした思考回路に気がつくと、それがエイリアの作品かどうか簡単に見破ることができます。海景の彫刻もその中の一つということになります。順に海景の作ったとされる像とギリシャ彫刻を相互に比較していますので、あなた自身で判断してください。繰り返しになりますが、見た目には全く違った像です。 が、見た目に騙されてはいけません。ここではその向こうに明確でする思考回路に注意してください。基本的な形は同じ。像というよりは写真。完成度が高くミスがない。ほんの少しだけ動きを入れる。データの使い回しをする。パーツをあちこちで組み合わせ、別のように仕立てる。形は同じなのに大きさが全く違う。などなど。 それが思考回路というわけです。まあそうした思考回路に従って、まあ、ギリシャ彫刻もまた会計の彫刻も作られているということですね。なお、会計の彫刻については、この動画の後にそれをつなげておきますから、どうかそちらの方をご覧になってください。昨日作った動画です。画像を見ながら説明します。まあ今、ギリシャ彫刻を見ていただいています。 ほんのわずかだけバリエーションを加えてですね、違った像に見せかけているということですね。で、まあ、しかし、部分的に見ていくと、全く同じということになるわけですね。で、これはまあ、会計の作品ですけども、この、まあ、衣服はですね、日本の衣服ではありませんね。まあ、どこの衣服か、まあ、問題は別ですけども、少なくとも日本のものではないということです。で、これがですね、ギリシャ彫刻ですけども、よく見てくださいね。ほんのわずかだけ動きが入ってますね。 向かって右のは腕が上がってますね。というような動きがあるわけです。で、まあ、わかりやすく言えば、データを取るときに、写真データを取るときにですね、わずかながら時間差があったということになります。はい、写真を撮りますよ、バチはい、もう一枚いきますからね、はい、いいですかいいね、バチッ。というような感じですねで。両者を見比べてみてください。全く同じですね。ほ、まあのわずかだけ動きがありますからね。で、これらは、 まあ中造によって作られたというふうに考える人がいるかもしれませんけれども、大きさが全く違います。ちょうど右はですね、左の3倍の大きさになっています。で、今度は海計の方を調べていますけれども、海計の方もですね、同じようなまあコンセプトといいますか、同じような思考回路で作られているわけですね。で、ここにまあ像を見ていただきますけれども、顔を見比べていただきたいと思います。これについてはですね、続くビデオの中でもう一度詳しく説明しますから、そちらでご覧になってください。で、同じような像を作っているわけですね。 はい。が、しかし、ほんのわずかだけ動きが入っているということです。で、やっぱりギリシャ彫刻の方も同じようにですね、ほんのわずかだけ動きを入れて別々の像に仕立てているということです。これら3人がですね、逆に今度は顔が同じですから、同じモデルってことはわかります。ただし、髪の毛だけは違いますね。髪の毛だけは後で貼り付けるしかないわけです。が、しかし、まあ、同じ少年であることはわかります。 というようにして作っていくわけです。まあ、今度また会計に戻りますけども、先ほどの会計ですけどね、このやはりこの着物なんですけども、どこかやっぱりおかしいんですよね。おかしいということは、あの、ほんのわずか的に違うんですよね。全部分的に違う。そして同じように、ギリシャ彫刻の方でもですね、まあ、同じモデルを使ったと思われます。これはですね、左の方は、あの、上着を着てますね。まあ、その違いがあります。まあ、助けが上に乗っているわけですね。右の方は助けがありません。しかし、まあ、顔は同じだけども、帽子だけが違う。別のパーツを持ってきているということになります。 そして、動きが入っているということですね。微妙に動いているということですね。手も足もやや動いているということです。が、しかし、下着の群れは全く同じであると。なおち、同じ時期に同じようにして作られた像だってことになるわけです。この像もそうですね。えー、まあ、あの、見た感じ違うように見えますけども、あ全く同じ時期に同じようにして作られたということになるわけですね。まあ、同じ時期にデータが取られたということです。 ま、こういうところに思考回路といいますかね、エリアの思考回路が明確でしているということです。で、まあ、これが、あの、まあ、それを見ていただきますけども、これはギリシャ彫刻ですけども、やはり同じように取まあ、ただ、あの、あの、保存状態が良いのと悪いのとありますからね、右の方は悪かったと思います。そのような違いはありますけども、基本的な、まあ、形っていうかね、あの、彫刻のコンセプトは同じだということです。足なんか見てくださいね。これはあの、三次元でここまで同じ足を作るということだと。 大変難しいことなんですよ。四方八方から見ても同じように作らなくちゃいけませんからね。プラス上下から見ても同じように作るということです。まあ、これら両者はですね、顔が今度は逆に全く同じなんです。髪の毛が違うんですね。そして胸の大きさから見ると、どうも右が女性で左が男性ということになります。これはあの別々の作者になってるんですよ。あの中部からご覧くださいね。一応クエスチョンバークが入ってますけども、まあ、同じ、別々の作家であると考える方が無理ですね。 こういうように、ですね、ギリシャ彫刻は、まあ、こういうふうにして作られている。なわち、その、まあ、向こうに見え隠れする思考回路は、海計が作り上げた、まあ、いわゆるその、えー、像と同じであるということですね。まあ、そういった点に注意してください。 いかがですかで、もう一方、この、この像に戻っていますけども、まあ、私たちが女性だと思っているこのミロのヴィーナスは男性です。ハーマフロディティス。右側ですね、ナポリの、まあ、一応ヴィーナスと言われてますけども、同じなんですね。あと向かって左側の腰のライン特に注意していただきたいですね。この角度から見ても全く同じということは全く同じということなんですよ。あのー、 いわゆる三次元のデータですからね。いわゆるまあこの角度から見ても同じだということなんです。です,ですから、どの角度から見ても、上から見ても、下から見ても同じというふうに考えられるわけですね。まあ、そのように像を作るということはいかに、まあ、普通ではできませんよね。あはい。これはまあ胸の感じですけどもね。それから腰の向かって左側のラインを見てください。非常に微妙なラインが同じでしょ腰のラインです。左側のラインね。そしてこの布がですね、少し動いてますね。で、これと動いた像がまた、あのー、 ベルガマで見つかっていますので、まあ、それはそちらで、また、あの、ご覧になってください。要するに、このミロのヴィーナスとナポリの、まあ、ヴィーナ、ヴィーナスではありませんけどね、これはハーマフロディスです。生まれた時は少年で、途中で女性化するわけですよね。ですから、まあ元々、もともとは男の子ということになりますね。で、まあ、見比べてみていただきたいと思います。で、まあ、こうしてですね、同じような像を、まあ、わずかな時間差を置いて、まあ、コンピューターで作,作り上げていくというのとですね、会計が作ったまあ作品。 まあ、その向こうに見える思考回路が同じということですよね。要するに、まあ、ほんのわずかだけバリエーションを加えて違った像に見せかけて、すなわち小財関してやるということですよね。ということで、続く、まあ、会計の、まあ、の謎についてのビデオをどうかご覧になってください。Bye for now!